サビス側の戦い、サビス側の戦い、フランス語、バタイユでエ,エイサンブラは、紀元前57年に、ベルガエ人系、ネルウィ族出身のボドゥ・オグナトゥス、ボドゥ・グネタスをリーダーとする、ガリア人と、共和制ローマのガリアただしガエウスユリウスカエサルの、間で行われたガリア戦争中の戦いである。アクソナ川の戦いで、スエシオネス族ら多くのベルガエ人が降伏したものの、 ボドグナトゥスをリーダーとするネルウィ族を中心にアトレバテス族、ウィロマンドゥイ族及びアトゥアトゥキ族は依然としてカエサルへの抵抗を続けており、カエサルは軍を率いて主力格となるネルウィ族の領土へと向かうこととなった。ネルウィ族はベルガイ最強部族の一つと目され、武道士等の思考品を受け入れず、商人も一切入国させない種族で不評主体とした軍を持っていた。 カエサル率いるローマ軍は八個軍団の兵4万2000、不評、急兵、騎兵の総計であったのに対して、ベルガイ連合軍は30万人とも言われた、総人口から編成された2万5000の兵であった。ベルガイ人は森の中に伏兵を多数忍ばせ、非戦闘員はローマ軍が侵入できない湿地帯へ避難させていた。 カエサル軍は、ネルウィ族の領土を三日間ほど進んだところで、ベルガイ人らの軍勢の情報を把握し、ローマ軍は一旦陣営設営に、無難な場所を選び、戦いに備えて陣を張った。しかし、ローマ軍中にいたガリア人捕虜の数名は、ベルガイ人へ内容しており、ローマ軍の情報を伝えていた。すなわち、各ローマ軍団の間には、市長部隊が入り、前後の軍団は、 市長部隊を守りながら行軍しているため、市長部隊を襲撃し配送させて、物資を略奪できるなら、ローマ軍の士気を大いにくじくことができるというものであった。ネルウィ族は、サビス川、現、サンブル川の南側、カエサル軍の反対側の球場に陣を構えて、ローマ軍を待ち受けており、ウィロマンドゥイ族とアトレバテス族も軍勢に合流していた。 アドアトキ族は到着していなかったものの、ネルウィ族らに合流すべく、サビス側へと進軍していた。その後、ネルウィ族らの陣へ向けて行軍したローマ軍であったが、内容したガリア人が伝えた陣組ではなく、騎兵部隊が、戦闘、ローマ軍団のうちで、ベテラン主体の六個軍団が続き、その後ろに、全軍の主張部隊をひとまとめにし、新兵や、 経験の浅い兵隊で構成された第十三及び第十四軍団が、殿となって、市長部隊を護衛する形であった。先行した六個軍団は、サビス川を渡ると、陣地の組み立てに入る者、食料を求めて、探しに回る者に分かれた。なお、さらに先行していた、騎兵部隊や救兵は、ベルガエ人との間で小競り合いを起こしていたのの、後続の六個軍団と連携はなく、 ベルガイ人も森の中へ逃亡して付け入る隙を与えなかった。ローマ軍の市長部隊の戦闘がサビス側を渡り側にへ、ツクや、イナや、森の中で待機していた、ベルガイ人の一部隊は、市長部隊めがけて、全軍を突入させ、応戦したローマ騎兵部隊をたたく間に、圧倒した。ベルガイ人は、戦闘態勢に入っていなかったローマ軍団、六甲軍団、 絵も襲いかかったが、ローマ軍は、長年の実戦による知識と経験、及びカイサルが、核軍団を率いる、レガトゥス、総督代理に陣地が制するまでは持ち場を離れないように指示を出していたため、指揮を取るべきレガトゥスが駐屯しており、核、レガトゥスが夫の判断のもとに、核軍団に的確な指示が行えたため、全軍が崩壊状態に陥ることは避けられた。とはいえ、 ベルガイ人側に地の利は大きい一方で、ローマ軍は夫が連携することなく、個別にベルガイ人と交戦しており、単に生存のための戦いに過ぎなかった。市長部隊のさらに後方にいる第十三軍団と第十四軍団はサビス側の向こう側におり参戦することはできなかった。カエサルは最小限の指示を各軍団へ送った後に、 第10軍団へ向かった。ティトゥス・ラビエヌスが率いた第9軍団及び第10軍団は戦線の最左翼でアトレバテス族の軍勢と戦った末にアトレバテ族を撃破したもののアトレバテス族は交代して戦線を立て直してローマ軍と戦線を維持した。第8軍団と第11軍団は戦線中央でビロマンドゥイ族と対戦して戦線を維持し ウィロマンドゥイ族の勢いを押しとどめた。一方で、戦線右翼の主力ネルウィ族は、副兵部隊の攻撃で、身動きが取れなかったローマ第7及び第12軍団の即敗をつくべく攻軍し、その途上で、ベルガイ人の最初の攻撃で撃退したローマ騎兵部隊をに蹴散らし、部隊を構成していた奴隷や、ヌミリア投石部隊らはチリ散リに逃げた。ネル族は、 第七軍団、第十二軍団を攻撃して、両軍団を追い詰めた。特に第十二軍団は、すべての兵士が固まって、戦闘を相互に邪魔したこともあって、ケントゥリオ、百人隊長の多くが戦死、プリムスピルスを含むすべてのケントゥリオが負傷した。カエサルは、第十二軍団の陣営へ盾も持たずに駆けつけ。 到着後に一人の軍団兵の盾を奪い取ったが、ケントリオの名前を一人ずつ呼び、最前線に立って、残りの兵士らを鼓舞した。また、円形型二陣を構えて、戦線の間隔を開けるよう指示した。戦線左翼で、アトレバティス族に打ち勝った第獣軍団は、サビス側の南にあった球場のベルガエ人陣地を、襲撃して、これを占領した。また、遅れていた第び、 第十四軍団がサビス川を渡って戦線へ到着しつつあったことで、ベルガエ人の注意がそちらへ引き付けられた。ラビエヌスは自ら率いる二個軍団のうち、第十軍団に対して、カエサル自らが指揮する、第十二軍団とネルウィ族が戦っている欲が、混戦状態であったため、ネルウィ族の軍勢を攻撃する、要指示、それを受けて、 第10軍団は丘の上から駆け降りて後輩からネルウィ族を攻撃した。また、第12軍団と第7軍団も反転してネルウィ族を激しく攻め立てた。さらに、市長を護衛して遅れていた第13軍団と第14軍団もサビス側を渡って全てのローマ軍が揃うとネルウィ族やウィルマンドゥイ族らベルガイ人を包囲して多くのベルガイ兵を殺害した。 ネルウィ族は戦死した仲間のカバネの上に立って、ローマ兵と戦ったように激しく抗戦したものの、壊滅状態に陥り、残兵は戦場から散り散りに逃れていった。ネルウィ族が回送したのを受け、第十一軍団と第八軍団もウィロマンドゥイ族を撃破した。ガリア戦記によると、ネルウィ族は六万名いた、戦闘員のうちで五百名、六百名いた。 戦闘指揮官のうちで三十名がわずかに生き残ったのみになったとされ、湿地帯に隠れていたネルウィ族及び戦場から出た兵士らはカエサルへ降伏し、カエサルもこれを受け入れた。サビス側へ向かっていたアトアト貴族はネルウィ族らが敗北したのを知って、自らの領土の中で最も堅牢な上司へ財産や食料を持ち込んで、ローマ軍に対して牢情を試みたものの、 ローマ軍の工場兵器を見て抵抗する意欲を失って、ローマへの降伏を申し出た。カエサルはアトラト貴族からすべての武器を差し出すように命じたが、アトラト貴族は一部の武器を隠し持ち、ローマ軍の隙を見て放棄したものの、ローマ軍によって鎮圧され、4000名が殺害された。残りの5万3000名はすべて奴隷として商人へ売られた。これによって、 ベルガイ人の大反乱は、ローマ軍の勝利となり、カエサル自身も、全ガリアは平和となったとガリア戦記で記したように、ガリアはローマの支配下に入ったかに思われたが、ガリア戦争は終結まで6年間続くこととなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。